何が変わったかっていうと、定年になってからね、年を取らないっていうこと、みんなに羨ましがられるっていうことでね、このビジネスでね始めて16年目だけども、北海道の人方から九州の人方とみんなお知り合いになって、それで電話一本でも話できるようになって、ね、それが楽しいのね。これがうちに引っ込んでたらうちの近所だけの知り合いでしょ。それがもう 全国的に知り合いができたってことが一番嬉しいことよね。自分自動車に乗るから何か自動車に乗るね仕事ないかなと思ってたら方便出会って、そしたらそれにプラス人とこうね出会っていろいろ話して人との接触ができるってことよね一番、毎日午前中はどのグループ、昼からどのグループと、夜は夜でまた出会いたいという人がいれば出会うから、とにかく人に出会うっていうことが一番楽しい見えたわね。私人間は誰でも可能性を持ってると思うのよ。で、私はみんなに勧めるのは、可能性を持ってて、その可能性を知らないで死んでいくのつまらないでしょって。だからその可能性を自分で引っ張り出すのがいいよって、まあ、同年配の人方に言っていく。で、私そんなのいいわいいわって言ってる人はまあそれでそれでいいけども、まあいいわって言ってなくて、そうだねって、じゃあ私ももうちょっと張り切るかなっていう人と、まあ、お茶飲みに行ったり何か考えます。やっぱりそれを言って聞かせてやって、その人の力を引っ張ってあげるのがやっぱり何ちゅうの、まあ、私仕事っちゃおかしいけどもね、相手を元気にさせるのにちょうどいいんじゃないかなと思ってるけどね。それでね、まあ、みんなに言うけども、死ぬ時どうせ生まれたんだから、自分の人生の素晴らしい鈍調ね、ペラ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 してね、老犬入ってね、普通の人のようにね動けんくなってさ、老犬入って死ぬ時にレースのようなペラ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 したどんちょうの自分の人生を下ろすんなくて、どうせ死ぬんだからどしっとしたどんちょうをね下ろしたいなと思ってる。私は石原芙美子です。私はたくさんの友達がおります。私はダイヤモンドマネージャーです。私はフォーエバーです。